心はゆるっと、気付けはシャキッと、気付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日はラブタテヤ、ラブタテヤ260何番だか忘れちゃったけど、ラブタテヤ、なんとなくとても簡単なんですけど賑やかな感じに見える、単純な2色しか使われていないこんな帯の時って賑やかさがあってもいいかもしれません。そんなに長くない帯でできますよ。ぜひ一緒にやってください。それでは行っちゃうよ。まずタレが上、手が下で下結びします。タレ元をしっかり開いてください。これ緩まないためです。そして4分の1ぐらい手前を折ります。タテヤを作っていくんですが、タテヤこちらの肩にかけたら2本ゴム紐を引いてください。そこでですね、ゴム紐を引いたらここでこう返しています。なんて簡単、パタパタ2本入れたうちの1本に預けています。このひだの取り方は、例えば一つ多いひだで取ってみるなどなど工夫してやってみていただいて一向に構いません。これは普通に45センチぐらい欲しいところですが、返したところは小さくて構いません。そしてひだをちょっと取っといてあげるといいですね。こんな風に返します。そして垂れ先、垂れ先はギリギリまでパタパタってしてきてください。いくつ取れるでしょうかね。この帯そんな長くないんで大して取れないんですが、そして左手の方に寄せていってくるっとしてください。そして来たところに返して入れてください。こんな風に縦矢ができました。次は枕、今日はちょっと薄っぺちい枕使ってますが、お太鼓枕でも大丈夫。羽をみんな上げて、結び目よりも上に枕を置いて羽を持ち上げてください。そして枕を前に送って、枕はしっかり締めたら帯の中に沈めます。脇のギリギリの高さのところにあったりするとお嬢様は苦しいので、その部分もしっかり脇も落としてあげてください。そのためには脇に帯板がない方がいいかもしれませんね。少し緩くなっている方がいいかもしれません。こうして枕で羽を全部支えてあげちゃってください。そしてこの紐、三重仮紐見えてしまうから裏返してなっていると見えなくなっています。こんな風です。帯揚げはこの時しておきます。そしてですね、お背中側に一本残っているゴム紐があります。そのゴム紐をこうしてぐーんと引っ越しさせてください。で、枕の上に用意してください。ではぐーっと締めてください。ぐーっと締めたらこの下閉まりました。閉まって深くできた溝を折り返して整えちゃいます。で、そしたらここで手しっかり広げてください。で、帯の上線に乗せます。乗せたらここで、今回は4分の1に折ってますよ。4分の1に折って、柄のあるとこみんな使うつもりで4分の1にしています。そしてちょっとめんどくさいんですけど、持ってきたゴム、その上のゴム2本通すつもり、あ、その上じゃなくてその向こうでもいいですね、のゴム、しっかりできそうなところにゴム2本とにかく通す。2本通して間、柄のあるところは見せちゃおう、こうして持ってきてください。そうするとちょっと賑やかな感じではありますが、ここにひらひら、次のところのひらひらも開いて、残りで太鼓を作って帯締めを通していきます。そうすると柄のないところはしまい、帯締め前に回したら、帯締めは
どんなにしっかり締めても大丈夫。しっかり締めてください。こんな風にちょっとにぎやかですが、とても単純、簡単な手順で帯結びが完成です。形付けですが、溝をお背中にきちんとつける。そして全部これつながってるので、引き合ってあげてピンとこう元気のある感じを作ってあげる。こことここも引いてあげると元気のある感じが出てきますね。角はお背中にくっついていて、きれいに広げてあげて溝に手を入れてくる。そしてこういうひらひらみたいなところは、ひらひらがちゃんとひらひらするように、元気な感じに溝に手を入れて、お背中から離れすぎないように形付けしてあげてください。最後にはおはしょりなどにもちゃんと手を入れて、襟もきちんと作ってあげます。しっかり高さを出していくのも可愛らしい秘訣ですが、高すぎてしまってお背中が窮屈そうに見えてしまうのもいけないので、襟よりも飛び出したりしないように気をつけてあげてください。こんな風になりました。どう？簡単でしょ？やってみて。